ゼログラビティはアルフォンソ・キュアロン監督による2013年に公開された宇宙を舞台にした SF ヒューマンサスペンス映画である。同年8月27日より開催される第70回ベネツィア国際映画祭のオープニング作品に選ばれた。本作はアルフォンソ・キュアロンが監督し彼の息子ホナス・キュアロンと共同で脚本を執筆した。当初は ユニバーサル・ピクチャーズで数年にわたって企画が進められていたが、やがてスタジオはターンアラウンド状態に置いた。そしてワーナー・ブラザースがプロジェクトを購入し、2010年2月に、ウォンテッドの続編への出演を拒否したアンジェリーナ・ジョリーに接近した。同月後半、ジョリーは出演料の問題とボスニア戦争を描いた映画、最愛の大地を監督する予定があったために、 プロジェクトを降板した。3月、ロバート・ダウニー・ジュニアを男主役とするために交渉に入った。2010年半ば、マリオン・コティ・アールが女主役としてのテストを受けた。2010年8月には、スカーレット・ヨハンソンとブレイ・クライブリーの可能性が高くなった。9月、キワロンは当時賞賛されていた映画、ブラック・スワンの主役である。 ナタリー・ポートマンをスクリーンテストを受けさせずに起用させることに関して、ワーナーブラザースの承認を得た。ポートマンがスケジュールの都合により、プロジェクトを去ると、ワーナーブラザースはサンドラブロックに接近した。2010年11月、ダウニー・ジュニアは、当時ショーン・レビが監督しようとしていた、ハウツー、トークツー・ガールズに出演するため、プロジェクトを降板した。 翌12月、ブロックが主演契約を交わし、ダウニー・ジュニアが演じる予定だった役は、ジョージ・クルーニーに変わった。本作の制作費は1億ドルであり、デジタルで撮影された。またポストプロダクション時に 3D に変換される。撮影は2011年5月にロンドンで開始された。本作は2012年11月21日公開を。 予定していたが、2013年に延期された。iMAX2D および 3D でも公開される。本作は、木曜日の夜だけで、140万ドルを稼ぎ出し、金曜日には1700万ドルにまで達した。最終的に、第一週の興行成績は5560万ドルにも達した。これは秋に公開された作品の中では最高の初動成績であり、 サンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニー出演作品の中でも最高の初動成績となった。この数字は専門家と配給元の予想を大きく上回るものである。10月9日には全世界での興行収入が1億ドルに達した。日本では2013年12月13日に丸の内ルーブル多全国等級計にて公開され、2014年2月10日までに 累計動員189万6168人、累計講習30億1、901万1、900円を記録している。本作は2013年8月28日に第70回、ベネツィア国際映画祭のオープニング作品として上映された。観客、批評家双方から、演技、演出、脚本、映像美といった作品のあらゆる面を称賛された。 特に、サンドラブロックの演技は高く評価されている。映画批評家レビュー集積サイトロッテントマトズでは、2013年3月3日、現在、299件のレビューがあり、批評家支持率は97%、平均点は10点満点で9.1点となっている。メトクリティックには、48件のレビューがあり、過重平均値は96、100となっている。 映画監督のクエンティン・タランティーノは本作を2013年度の映画トップ10に選出した。スティーブン・スピルバーグは言葉が出なかったよ。君たち一体何をやってたんだとジョージ・クルーニーにコメントし、ジェームズ・キャメロンはこれは史上最も優れた宇宙の映像美で作り上げた史上最高のスペースエンターテイメント、キュアロンとサンドラは 無重力空間で生き延びるため戦う女性の姿を完璧に作り上げたと語っている。映画監督のエドガー・ライトは本作を2013年度の映画トップ10の第1位に選出。できるだけ大きいスクリーンで見ることを勧めている。アポロ11号の乗組員であったバズ・オルドリンは本作の描写が現実の宇宙空間にかなり近いものであることを認めた上で、 称賛している。第86回アカデミー賞において、アルフォンソ・キュアロンの監督賞、サンドラ・ブロックの主演女優賞、エマニュエル・ルベツキの撮影賞へのノミネートに大きな期待がかかっていた。その期待通り3人はアカデミー賞にノミネートされ、キュアロンは監督賞、ルベツキは撮影賞を受賞した。2013年に開催されたハリウッド映画祭で、 本作のお演技によってサンドラ・ブロックが主演女優賞を受賞した。同年発表された日本のキネマ旬報ベスト10ではアルフォンソ・キュアロンが本作で外国映画監督賞を受賞した。また、キネマ旬報、外国語映画ベスト10では第2位、読者選出外国映画ベスト10では第1位、第37回日本アカデミー賞では 優秀外国作品賞にノミネートされた。第56回ブルーリボン賞でも外国作品賞に選ばれた。2016年6月10日、フジテレビ系列の金曜プレミアムで地上波発放送。同年6月24日に日本人宇宙飛行士の大西拓也が国際宇宙ステーションへ出発するのに先駆け、6月3日から6月10日まで行われた。 フジテレビの宇宙に関する企画、宇宙ウィークのプログラムの一つとして放送された。番組では、冒頭、斎藤匠が出演、映画の歴史が変わったと語った。ありがとうございます。